結局ある意味において私もまた奴隷だったのだろうな。レナのスルドだったあんたがか。レナの体制や価値観に縛られ、それに抗う意志も持たず流されるままに諦めて生きてきた。過ちを悟った後はただ罰せられることだけを望んだ。そう、レナのスルドだった私がだ。俺も似たようなもんだったさ。従順な周りにイライラしながら、自分でもどうしていいかわからなかった。奴隷かそうでないかを分けるのは自分自身の主でいられるかどうか。ローの父親ジルファの言葉だ。ジルファは俺に戦うことを教えてくれたが、それは生きるためだった。たとえ道半ばで倒れたとしても、自分の意志でそれを選び後悔しないなら、それはもう奴隷ではない。逆にどれほどの高みに座していようと、心が自由でなければ奴隷と同じ。そうだ、今ならわかる。ジルファという男、つくづく会ってみたかったものだ。俺も今改めて訪ねてみたいよ。彼から渡された火を俺は正しく受け取れたのか。君はいつから気づいていたのかね。何の話です。私が抱えていた影のことだ。前々から察していたようだが。それが今さら重要ですか。でもそうですね、メナンシアを後にした時からなんとなくは。そもそもの初めからか。まったく我ながら情けない限りだな。今のあなたは前に向かって進んでいます。後ろのことはもう必要ありません。きっと兄も誇らしく思っています。君に勝てる日は来そうにないな。それも必要ないことですよ。どうしたの、遠い目をして。そんな顔をしていたか。ええ、なんだか嬉しそうに見えたと思ったら悲しそうに見えたり。デュオハリムのこと。リンウェルは鋭いな。あの人が前に歩き出したことが嬉しくてな。ずっともどかしかった。初めからその気になればできるだけの力があったのに、自分で作った影に囚われて。でもようやくそれも終わった。だから嬉しい。じゃあ悲しそうなのは。別に悲しいことは何もない。ただそうだな、少し寂しさを感じている。おかしいな、もう心配する必要はないのだから。素直に喜ぶだけでいいはずなのに。キサラって本当お母さんみたいだね。そうね、子供が大きくなって手がかからなくなった母親の心境みたいなものなのかしら。大きい子供だね。本人が聞いたらどんな顔するだろうな。だがだからこそ、今度は私が囚われているようではいけないな。あの人に置いていかれないよう、私もしっかり前に進まなくてはな。
よし、できた。みんな驚くぞ。レネギスで謎が解けるかと思ったら、むしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革。そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も、赤い女も、レナス・アルマも、イバラも、すべての答えがきっとそこにある。みんな、覚悟はいいか。向こうに着いたら何から始めるんだ。私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。
どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。レネギスが中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか？あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。貴様、どこまでダナから奪えば気が済むんだ！破滅の花。何とかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか？残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじればそれこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ！目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで朽ち果てるしかないのか！よせろ！悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。きっと何か方法があるはずだ。アルフェ、今度は何だ？船が動いてる。違う、何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、
それともまた赤い女がいるのかな。わからん。だが我々を引き寄せた以上、誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン。私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。ああシオン、いいところに。ちょっと手を貸して。ダメ。そうか、茨か。あ、悪い。いえ、私こそ言い方がきつくなってごめんなさい。ローったら、ほんと気が回らないんだから。いいのよ、変に身構えられるよりずっと嬉しいわ。もちろんうっかり触れないように気はつけているけど。ねえ、聞いてもいい？触れられないのって寂しくならない？そうね、寂しくなるとかならないとかじゃなくて、受け入れるしかなかったから。いつの間にかそれが当たり前になっていて、忘れていた気がするわ。自分が完全に一人なんだって思いはあったけど。一人、それって寂しさすら感じる余地がなかったってことだよね。大丈夫よ、今は違うもの。でも私はシオンに触れない。支えてあげたい時にできない。アルフェンだって。ありがとう。茨がある限りそれは変わらない。でもアルフェンはイバラを倒すと約束してくれた。だからいつか、今すぐでなくてもいつかきっと叶うと信じてるわ。うん、私もいっぱいシオンをギューってしたい。約束だよ。お前、こんな時にシャレになんねえことすんなよ。だってローってばやたらビクビクしてるんだもん。しょうがねえだろ、こんなとこで平然としてられる方がどうかしてるってよ。だからさ、ローがそんなだとこっちまで不安になってくるんだよ。フル、ああ悪い。用心は大事だが、それで動きが鈍らないようにしなければな。それにしても、あの星船から見た光景。ああ、俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから、世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でもそのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど、何なのあれ。わからないわ、私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが、王や鋭ぶりがどころか、本国の姿すら偽りであったと。デュアリム、何者なんだ。俺たちをここに呼んだのは。星船ごと我々を引き寄せた、ただ者ではない。きっとこのどこかにいるはずよ。探しましょう。あの、ダナとレナをつないだ光、レナからのが最初だったな。ええ、それにダナの側が答えたように見えたわ。最初のはクサビとレネギスをもう一度目覚めさせるレナからの指令だったと見るべきだろうな。
やはりレナに黒幕がいるのは間違いなさそうだな。だが目的は何だ？何のためにダナの精霊力を奪う？焦らないで。わからないことをいくら考えても仕方がないわ。どうしたの？あ、いや、ジルファにも同じことを言われたなと思って。進歩がないな、俺は。それでもここまで来たじゃない。気づいたら直せばいいだけ。だから進むことをやめる必要はないわ。この部屋だけレネギスの禁寮みたいだ。あ、なんだ。で、こいつは赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ。今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレプトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは精霊に隷属する我が同胞により高度の脅威とみなされたと考えられる。隷属？やっぱり赤い女の上にさらに支配してる奴がいるのか。何をした？お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出、王と巫女、しかも管理下にない。なるほど。危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え。我らはエルガイムキルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり本当の姿ではない。ヘルガイムキル。この虚空拠点ダエクファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は
以来あらゆる延命策を講じつつここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ。それがお前たちの種族を支配している存在なのか。そうだ、精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志、拒むことかなわぬ声である。声、レナの声。精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ボルラン王を操ろうとした者の正体か。待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか。信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだって。ありえない話ではないわ。ありえない話じゃないって。なあ、だったらこいつらみたいに、まさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは。ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか。そうだ、精霊のために我々ヘルガイムキルが仕組みを作った。300年前、レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て摂取されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか。そうだ、我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要であり、我らはこれをダナに求めた。それがスルドブリガの正体か。効率よくダナの精霊力を集める、ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、我が妖精に応えうる存在かどうかを見分するためである。妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り間もなくダナは失われる。それが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？
世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな。我が主たる関心は長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？とこしえの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。な、おい、おい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。あいつの言っていること信じるのか。しかも取引みたいに言いつつ脅迫も同然じゃないか。本音を言えば話が大きくなりすぎて理解が追いついていない。あなたはどうです、ティオハリム。少なくともレナの統治者に関しては辻褄が合っている。一連の出来事が全て精霊力に関わることどもだ。とはいえ私自身、先にダナの意志に触れていなかったら、にわかに信じがたい話ではある。レナの意志が破滅をもたらす。世界を形作る力であるはずの精霊力が、どうして。相手が一つの世界の意志だろうと、どんな理由があろうと、こんなことは受け入れられない。うん。もう一つ、気になっていることがある。精霊とヘルガイム・キル、300年前から続く計画や鋭ぶりが、そこまではいい。だがレナ人はどこに関わってくるのだ。お、そういえばさっきの話にはレナ人が一度も出てこなかったわ。それにヘルガイム・キルが何者なのかも聞けずじまい。あえて触れなかったのか、それともまだ何かあるのか。奴の言う他の者とやらが教えてくれるかもしれない。行ってみよう。
ああ、失敬。何せ、自分たち以外の人間を見たのは久しぶりなものでね。あんたはレナ人なのか？うん？まあ、まあ、そうだ。うん？監視から質問に答えるように言われている。答えられる限りは答えよ。ただ、観測対象が劇的な変化を見せている時だ。手短に願いたい。なんか変な感じ。監視というのはヘブレクトの35のことのようだな。観測対象ってダナとレナのことか。まるで人事みたいじゃないか。他に聞ける相手もいないんだ。とにかく聞いて回ろう。あなたたちはずっとここで暮らしているの？あのヘブレクトの35と。ええ、そうよ。どのくらいになるか即答は難しいけど、何せ定期的に冬眠しているせいで自分の認識と実時間が大きくずれてしまっているのよ。なんでここにいるんだ？もともとここで働いていたのよ。外からレネギスを修理するためにね。この施設は事故で今ある場所に来たと聞いたが。不幸な事故だったわ。しかも救援が来なかったところを見ると全滅したとみなされたらしいわね。それ以来ヘブレクトの35に仕えているのか？最初は私たちしかいないと思っていたんだけどね。でも実は監視もいた。実は？ヘルガイムキルには私たちレナ人に対する認識遮蔽技術があるのよ。よほど無視できないことをされない限り目の前にいても注意を引かれないの。では赤い女の見えない謎はそれか。それは精霊術の類なのか？確かめたわけじゃないけど主に機械的なものらしいわね。他にも一種の催眠装置とか情報操作とか、そういった手段を組み合わせて自分たちの存在に気づかれることなく私たちに望む仕事をさせていたわけ。なかなか洗練されたやり方よね。余計な反発も受けずに済むし。レネギスでは今もそうなんでしょ？だがヘルガイムキルは精霊に精神を支配されているんだろう。なぜレナ人は違うんだ？精霊の干渉はヘルガイムキルにしか及ばないのよ。だから別のやり方が必要ってこと。人ごとみたいに頭に来ないのか？いいように操られていたんだろう。まあ最初は驚いた気がするけど、どうだったかしら。何せ昔のことだし。だが現在のヘブレクトの35は特に隠れていないようだが。さあ、多分寂しくなったか退屈になったからじゃない？戻りたいと思わないの？レナなりレネギスなりに。私たちの船だってもう少し乗れそうだけど。とんでもない。真相を知ってしまったのに戻ったら洗脳されるか粛清されるのがオチよ。それより全てを知ったままここで世の成り行きを見守っている方がずっといいというのが我々の総意なの。監視とはうまくやっているわ。ただ監視はもう長くなさそう。延命処置ももう限界だし、死ぬ前に計画の最終段階を見ることができて喜んでいると思うわ。邪魔したな。少し話しても大丈夫か？ああ、構わないよ。総世界に次の変化が現れるまで少しかかるだろうし。ヘルガイムキルについて知ってることを教えてほしい。監視の仲間のことか？大したことは知らないが。例えば連中はどこから来たのかとかさ。どこってレナ以外にないさ。レナ？レナじゃ
あんなのがレナ人と一緒に暮らしてるってのか。そんなわけないだろう。そもそもレナ人なんていないんだから。なんですって。なんだ、監視から聞かされてないのか。どういうこと。話してくれ。私たちレナ人はヘルガイム・キルがダナ人から作り出したんだよ。だがそれならレナ世界に人間は。彼らがそうだ。ヘルガイム・キルというのは彼らの言葉でレナの民という意味なんだ。なぜだ、なぜヘルガイム・キルはそんなことを。簡単に言えば人手不足を補うためだったんだ。彼らが種族としては絶滅寸前なのは聞いてるか。自分たちがいなくなった後に代わって精霊のために働く存在を用意したんだな。ダナ中から精霊術に適性のありそうな個体をかき集めたそうだ。おかげで子孫の我々は程度の差こそあれ全員精霊術使いというわけさ。レナ人が皆元はダナからさらわれてきた人々だったっていうのか。待ってよ、それじゃダナに精霊術使いがほとんどいないのは。ヘルガイム・キルの技術というのは本当に卓越している。改造の仕方も乱暴な外科手術とかとは違ってね、目に見えないほど小さな機械をたくさん体の中に入れるんだ。その機械が。もういい、十分だ。なんで、なんで平気な顔でそんな話ができるの。確かに見ようによってはひどい話かもしれないな。でも私に言わせれば、おかげで我々は無知蒙昧のまま地べたを這いずり回る状態から解放されたんだ。そのために何か処置が必要だったとしても、まあ大した問題じゃない。話を戻すとだね、要するにヘルガイム・キルが本当のレナ人だ。その彼らがレナの精霊のために今の総世界の仕組みの大半を作った。こんなところかな。わかった、ありがとう。レナ人など最初から存在しないだと、バカな。デュアリム、この後に及んでまだこんな話が飛び出すなんてな。頭がどうにかなりそうだぜ。これ以上ないことを祈ろう。奨励計画のことについて何か知ってるか。第一次実施前後のことでよければ、計画の目的は知っているのかな。ああ、レネギスを使ってダナの精霊力をレナに送るってことくらいなら。その通り。問題になったのはどうやって膨大な精霊力を意志を生じさせることなく集め、いかに送るかということと、ダナの力をレナにどう馴染む形に作り変えるかの2点だった。前者の答えがクサビとレネギス、後者が王とミコ、そしてレナス・アルマか。分かってるじゃないか。だが第一次実施は王が暴走して失敗した。原因は安定役のミコが機能喪失したせいだ。レナ人もヘルガイム・キルも随分死んだそうだ。第二次実施のためにレナス・アルマをまた作ろうとしたが、闇属性以外の精霊力が決定的に不足していた。それで何とかいう制度を作ってダナから精霊力を集めることにしたんだ。鋭ぶりがだな。そう、それだ。それと失敗の原因になった巫女の機能を機械に置き換えることになった。王も失われたので作り直し。どれもこれも非常に難しい作業だから実現は危ぶまれていたが、現状を見る限り成し遂げたようだな。それがあのレネギスの禁領の奥の部屋だったのね。あのレナ世界に咲いた花は何なの。花？ああ、
あれはダナ川からの精霊力を取り込んだ精霊自身が実体化したものだ。あの規模で実体化しているのだから大した量だよ。おそらくレナ世界の構造と物質的にも一体化している。ヘブレクトの35は計画が最終段階に達したと言っていたわ。間違いないの？そうとも、まさか生きてこの目で観測できるとは思っていなかった。そろそろいいかな。この後何が起きるか見逃したくないんでね。世界が終わるかもしれないっていうのに。ずっと自分たちだけで暮らしてきたせいで少し考え方が独特になっているのかもしれないな。何もかもひっくり返っていく。俺たちの世界に本当のことなんてあるのか。まさか王や巫女だけでなくレナ人そのものが作られた存在だったなんて。少し整理しよう。信じがたい話ばかりだったが、とにかく俺たちは全ての謎の答えにたどり着いたように思う。そこまではいいな。そうだな。さすがにレナの精霊などという人外の存在だとは思わなかったが。それがダナの精霊力を欲しがったせいだったよね。ああ、そのためにレナの精霊がヘルガイムキルを操り、そのヘルガイムキルがレナ人を、そしてレナ人がダナ人を支配する構図が出来上がったんだ。精霊が直接支配しているのがヘルガイムキルだけなのもレナ人が本当はダナに属しているからなのかもね。とはいえ、あまりにたくさんのことが一度に明らかになりすぎた。こういう時は少し頭を冷やした方がいい。どうだろう、それぞれ自分の中で考える時間を取るというのは。確かにそうだな。もし本当にレナの精霊が全ての黒幕なら、次の戦いがダナだけでなくレナを含めた世界全てをかけた戦いになる。やるならお互い迷いがないようにすべきだ。分かった。この中なら危険もなさそうだし、一旦解散しよう。シオンは一人にならなくていいのか？そういうあなたはいいの？みんなの様子を見て回りながら考えようかと思っていたところだ。私もみんなの思いを知っておきたい。あなたと一緒に行くわ。分かった、行こう。みんな思い思いの場所に行ったよね。ああ、一人ずつ訪ねてみよう。